それでは、次のセッションに入りたいと思います。ご案内しております。今回、世論調査ではですね、安倍政権と日本関係問題について丁寧に説明すべきだという声があった中での解散でした。これ選挙で、与党の過半数を取った場合ですね、この問題も含めて、信任されたという財政再建の目標、2020年のプライマリーバランス実現、これは極めて困難、不可能になるわけでありますから、改めて財政再建の旗は下ろさない、当然のことでありますが、じゃあ次の財政再建目標をどう作り直していくのかという答えも出していかなければなりません。安倍さん自身がその説明責任を、これからも丁寧に尽くしていくという姿勢が大事だと思います。またいろいろ会計検査院に調査を委ねるというような手続きも取ってますから、今後そういったこともね、結果が報告が出てくるだろうと思いますから、そういうことも踏まえて、説明責任はね、これからも求められていくと思います。選挙が終わっても次の国会でもそういう機会はあるだろうと思いますから、それは必要に応じて誠実にやるということが大事だと思います。安倍さんから、具体的な冒頭解散とお伝えいただいたのは、私が先般ロシアに行ってる時にお電話を頂戴しまして、そういうことで決断をいたしましたということを承りました。